になります。ありがとうございました。お疲れ様です。五郎さんは仰いでんのか見せたいのか。仰いでんの、それ仰いであげてんの。あ、ここがね、ちょっと皆さん暑いですかね、この部屋。大丈夫ですか。アイス？早速やりますか。やりますか。またちょっと尻尾が尻尾が牛アタック食らったね。危ない危ない。じゃあね、またこの後、皆さん参加券お持ちですかね。今参加券持ってる人、参加券ありますか。じゃあその番号を使ってですね、抽選をして当たった方にはですね、また一部と同じなんですけども、こちらの今回記念して作ったこのビジュアルのポスターを5名様にプレゼントしたいなと思います。はい、で五郎さんはいないと、はい、残念ながらメンバー落ちしたみたいです。メンバー落ちました。先発メンバー落ちたから、ブッシャーの勢いがすごいから。そう、ブッシャーの勢いが最近すごいから。そうなんですよ。こちらの抽選会を今からしたいなと思います。じゃあまた今回も五郎さんがくじ引きますか。くには引く？くに引かない。くには引かないということで、じゃあ五郎さん、じゃあ書いてもらっていいなって。くにはホワイトボード係。そうそう、ね、当たった方の番号をくにゃが書きますんで、五郎さんの腕が短いからね。そこ上げしてもらって。出るかな？お、回せ。そんな端に行ったら逆に取れないでしょ。はい、取れる？はい、じゃあ一人目のお客様。それ、はい。はい。はい、じゃあ五郎さんに呼んでもらおうかな。見えるかな？はい、26番。はい、26番のお客様。おめでとうございます。お待ちください。はい、お渡しいたします。ポスターの方はね。イベント終了後にロフトのスタッフの方からお配りさせていただきます。はい、じゃあこれ、はい、次は、はい、次はこれです。32番。はい、32番のお客様おめでとうございます。いらっしゃいます。32番いない。え、32番いない。あら、まさかの32番いないの。あれ、32番いない。じゃああと4名。じゃあちょっともう一回チャンスがあるということで。もう一回チャンスがある。じゃあ次行きましょう。はい、これ、はい、6番。はい、おめでとうございます。ありがとう。ミッキーになってる。はい、じゃあ五郎さん引きますか。次は、はい、これ、はい、これです。34、あ、いる？34。五郎さん、五郎さん、そんな低い。五郎さんね、長時間イベントをやりたいってことでいいですかね。そういうことです。はい、じゃあ次行きましょう。取れた。あ、OK。はい。15番。はい、おめでとうございます。15番。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと真ん中に寄せましょうか。はい。また端の方行って。取れるかな。綺麗に1枚ずつ取ってますから。お、取れた。はい、はい、こちら11番。はい、11番のお客様、はい、おめでとうございます。1、2、3、4。じゃあラストですかね。はい、ラスト。
もういらっしゃらない方はいないはずなんで、なんでいなかったんだろうそれを引く五郎さんもすごいけどね、確率的これ、はい、最後のお客様、お、じゃあこの番号いいですか、これ何番見えるかな、29番、はい、29番のお客様、はい、おめでとうございます、肉牛タン、さすが、はい、よし、じゃあ抽選会の方はね、これで終了したいなと思います。いいですね、今回のポスター、すごいですね、生地がいいよね、生地が、生地ね、ポスターの生地がいいね、生地って言ったら布になっちゃうんだよ、紙じゃない感じがさ、いいなそうね、紙じゃないよね、そう、紙は紙なんだけどね、いい紙だよね、何の紙、ふやちゃんどんなスタイルの紙、わかんない湯干しっていうのかな、ね、すごいいい紙、うん、いい紙で作っていただいて、ね、じゃあ今何時かな、どうしますか、五郎さん、え、あ、じゃあ、じゃあどうする、どうする、なんか最近あった出来事、最近ふにゃごろは、この前ふにゃごろチャンネルがね1周年迎えて、1周年迎えたね、ふにゃごろチャンネルの会員の方ってどれぐらいいらっしゃるんですか、あ、結構結構見ていただいてるんですね、ありがとうございます、ありがとうございます、この間猫カフェでね、そうね猫カフェでね、そしたらね、お兄ちゃんとね生電話つないだりして、そうやったんですけど、なんかお兄ちゃんがね、あの飼い猫がいないみたいなね話してね、ねえ、ふにゃ、ふにゃは飼い猫じゃなかったのかって、うん、飼われてやってる、飼われてやってる、飼われてやってる、あ、そう、そう、あ、そうだよね、猫ってそういうさ、感じなんでしょしょうがなくね、しょうがなく飼われてあげる、猫ちゃんってさ、みんなそう思ってるって言ってたな、なんでか言ってる、心寂しいおつんのためにお兄ちゃんって心寂しいな、どこら辺が病んでる、病んでる、ずっとゲームやってますからねニート教科入れるって言われてたそれぐらいゲームすごい没頭してるなっていう、あのさ、ポケモン GO がさ出始めた時すごいやってたなっていうなんか夜中にサポに行ってたもんそう、課金しまくってたなっていう、この話していいのか分かんない後で連絡来るかもね結構チェックしてますからね、やばいやばいやばい、それはねイメージが、イメージがちょっとお金円マーク、目が円マークタイプなんだ、なんかね無料で頑張るんじゃないの、なんか自力で頑張らなくて金に元を入れてる大丈夫、いいのかな、知らないけど、あと何だろう、この間イベント彦根だったよね、え、言ってるじゃん、ふには何も言ってないもんね、言えないです、皆さんが承認ですからねやめてくださいよ、超ポイント、あ、マンホー消しちゃったよ、大丈夫、覚えてる、みんな、あ、大丈夫大丈夫、天の方取って取ってるんでね、はい、大丈夫、危ない危ない、ゴロより防衛いいにゃんし、あ、そうだ
大丈夫大丈夫。ね、さっきもね食べてないお昼を食べたって言っちゃう。そうそうそう、ね、その時五郎さんミラクルを起こしますからね。うん、ね、去年でしたっけあれ、あの五郎さんが仙台から帰る時ですかね、はいはい、なんかあの新幹線の中で携帯落としたのかな、新幹線の中で携帯落として、なんかテーブルあるじゃないですか、 あれを落ちたから手で上げて取ろうとして、みその右手を離しちゃって頭の上にテーブルが落ちてくるっていう。あ、なんかそれ誰かが、宮本ちゃんいなかったよね。それ俺なかったね。ゆずるんかな、ふみやがいたんだもんね。ちょいちょいね、どうしようね、出したんだけど、でも頑張り屋さんですからね。どうする、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 告知、近いイベントだと次にゃごろはガス店、ね、船橋であるんですけども、それ来られるよって方いらっしゃいます？忘れちゃった。そうです、少なかったですもんね、あれ。フリーでね、見れるエリアもあるみたいなんでね、ぜひお時間ある方は来てみてください。抽選が10人だって、結構少ない、ね、スナッシーランドバックはそうだね。そうだね、ガス店が来週の土日にあるんだよね。そうそう、その後は、その後はカレンダーかな。そうだね、カレンダーのイベントと、あと大きいイベントだとね、羽生も。そうなの、羽生があるんだってな、うん、今月末に羽生があるんだ。羽生あるね、うん、22と23だってな、うん、ふにゃごろは両日とも出ますか。はい、出ます、はい、出る予定で、出る予定です出る予定ではいるな。羽生行く人、あ、おー結構いるなってな、うん、ありがとうな、4人目、4人目が行く、あ、いつもイベントに来てね、来ていただいて、あ、じゃあね、うん、告知はそんなところですか。そんなとこかな。あとね、ふなっしーランドで言うと確か明日かな、うん、次の期間限定ストアの発表が確かあったと思うので、はい、確か明日だったと思います。明日、はい、明日ツイッターの方を、うん、ちょっとね、ホームページの方チェックしていただけたらなと思います。そんなところですか、告知は。ねえ、みんな大丈夫大丈夫なってか反応がない聞こえてないのかなあとはね、仙台ロックさんで言うと16日からですかね、あの今2回でふなっしーランドをやらせていただいてるんですけど、あのいろんなパネルとかふなっしーのあのなしともカードにサイン書いたものとかあると思うんですけど、あちらの方もねプレゼントしたいなと思いますん で詳しくはホームページにね載ってますんで、もしあの大きいパネルとかもらってももらって家に飾られるよっていう方はぜひ応募してみてください。すごいふなっしー部屋になっちゃうと思いますけど、見せ終わりました、フニャは。じゃあそろそろ皆さんと一緒に恒例の写真撮影やっておりますか。行きますか。じゃあフニャゴロをね、あの皆さんなしともさんの中にちょっと入れていただいて、また集合写真撮りたいなと思います。でこの画像あのツイッターに上げたりしますんで、もし写っちゃまずいよっていう方いらっしゃいましたらね、ちょっと顔を隠していただくとかしていただければなと思います。え、ふにゃそこ？そこ入るかな？ふにゃそこ入るかな？まだ五郎さんブッシュアタックしてない？大丈夫？そこ入るかな、ふにゃ。あ、ギリ入りますね。じゃあ、 あのパノラマで撮りますんで、皆さん、カメラ動かし出したら動かないでください、触れちゃうんで。大丈夫ですか。じゃあ撮りますよ、ふにゃじゃあ撮ります。はーい、にゃっぴ、動かしてるのが見えてるよ。はい、ちょっとチェックします。はい、大丈夫です。はい、写真きれいに撮れましたね。後ほどツイッターの方に上げさせていただきます。
で今日もね、朝早くからお並びいただいてありがとうございました。ちょっと失礼します。特に尻尾気をつけてくださいね。ちょっとぶつかります。ちょっとぶつかりながら五郎さん通ります。ちょっとポーズとって締めましょうかね。じゃあちょっと向かって左に向かって、え、そっち向き回ってない。はい、じゃあ右手のお客様から行こうか。ちょっとこの際右向いていただいて、じゃあふにゃごろポーズお願いします。5 4 3 2 1。はい、OK です。じゃあ次逆のお客様に向かってポーズお願いします。が、せーの、5 4 3 2 1。はい、OK です。そう、見せるの満足した？もう、OK、思い残すことはない。見てびらかした。じゃあね、もうそろそろ時間も時間なんで、はい、最後、いつものように五郎さんから締めの挨拶をしてもらってもいいですか？はい。じゃあ、どうしよう。1回目は感謝感激。牛タン部署だっけ？ずんだにする？ずんだ？なんかありますか？ずんだ？風が来る。ずんだぶしゃ。ずんだぶしゃで締めます。じゃあ、はい、じゃあそれで締めましょう。ずんだぶしゃで。締まりますか、それで？OK。OK ですか？はい、じゃあ五郎さんお願いします。さあ、感激。ずんだ。よっしゃー。はい、ありがとうございました。またね、機会があったら仙台に行きたいなと思いますので、ね、はい、ありがとうございました。五郎さんが珍しくホワイトボードで仙台ラブ。じゃあね、これはこのまま残しておきますんで、最後お写真撮影でもしてください。まあ大丈夫でしょう。皆さん証拠隠滅はちゃんとするように。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ先ほどポスターゴロちゃんは本当に泣いてみたポスター当たったよ。大事にするね。でもさ、京都土産買っといたから。なになに？京都土産。京都土産は本当に渡してあるんで。ありがとうナッピな。気をつけて帰るナッピ。はいはい、ありがとうね。また来週ね。ゴロちゃんポスターありがとうね。こちらこそありがとうね。ゴロちゃん気をつけて食べてね。ありがとうナッピ。気をつけて食べてね。
ですか、宮五郎マグカップ使ってくれてる、はい、ありがとうございます。嬉しい。ちゃんと作れてくれよ。大事にするからね。バイバイ。クニャンマンゴーして、クニャンちゃんもう一回やってもらって、あ、作れないよ。あ、待って。ちょっと待って。投げキスもいい。ありがとう、ありがとう、ごめんね、疲れてんのに、ごめんね、ありがとう、かわいいよ、ありがとう、かわいい、かわいい、やっぱりふにゃだよね。ありがとうね、ありがとうございました。ありがとうございました。